皆さんどうもこんにちは、アルティスです。今回は近鉄の一線系について少しご紹介しようと思います。まずなぜこの紹介をするかと言いますと、先日、近鉄のね、大阪線の、余剰車が出たということで G36 編成2430系の、G36 編成と G39 編成が、名古屋線の方にね、転属していきました。まあ、名城へ転属したんですが、その転属によって発生したのが、一線系 T06 編成と07編成の、廃車ということになりました。近鉄としては一般車は本当に久しぶりの廃車なんですよね。まあ、非常に、驚いたことでもありますし、まあ、ちょっと久しぶりということもあってちょっと寂しいなっていう、気持ちになりました。近鉄一線系はですね、先日、うちのチャンネルでも取り上げました2800系 AX よりも少々古い車両となっております。まあ、2800系については、ご覧の動画を見てください。そちらでね、解説しておりますので、近鉄一線系 T 編成ですね、は1972年から73年にかけて作られた車両で、もう本当にきっちり約50年ということになります。で、06、07の廃車によって、残っているのは現在 T04、05、08編成の3つということになります。まあ、全て名古屋線に、所属しております。まあ、この2つに、ね、廃車が出たということで、あの残りの3つも非常に、危ないんじゃないかと言われておりますが、現在も名古屋線の準急普通を中心に、運用されております。まあ、山田線、鳥羽線などにももちろん入ったりもします。私は残念ながらあまり、名古屋線の写真が、ね、ないので、唯一、試運転が撮れたのはこの07編成なんですけども、まあ、それが、ね、なくなったということでちょっと寂しい感じではありますが、これがその時の大和八木駅の映像ですね。いや、この時も結構偶然だったんですけど、本当に撮っておいてよかったと思います。いやー、これからこういうことがね、どんどん続いていくんだと思うとちょっと寂しいですけどもね、天徳、まあ、あるいは新しい電車のね、活躍を期待しながら、こちらは松塚駅でその袋を撮影した時の映像ですね。はい、ということでね、名古屋線もこれからちょっと続々とね、電車が変わっていきそうなんで、できる限りね、多く撮影しておきたいとは思いますが、まあ、行ける回数にね、結構限りがあるのでどうなるか分かりませんが、これからも撮影していきたいと思います。これは完全におまけですね。こちらは一線系ではありません、一線10系ですけども、まあ珍しい車両ではありますので、ね、なるべく多く残しておきたいものです。以上、アルディスでした。まあ解説とかそんな詳しくまでは言ってないんですけどもね、ご紹介、軽く紹介した感じでございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。